平野翔、神宮寺勇太、た、そして岩勇太三人の絆が織りなす奇跡の物語。動こうと思ったら二人でもできたのに三人での活動のためにって涙すぎるし、騎士くん合流まで、辛かった騎士くんを支えてくれた二人に座礼。ナンバーアイという響きが今や彼らの代名詞となり、ファンの心を熱くさせる。平野翔、神宮寺勇太、た、そして岩勇太この三人の物語は、 決して平坦な道ではなく、むしろ嵐のような試練と喜びが渦巻く、ドラマティックなものであった。2022年5月23日、平野翔と神宮寺雄太の対処発表は、ファンたちにとって衝撃的な出来事だった。その後の数ヶ月間、彼らの去就は謎に包まれ、ファンの間には不安と期待が入り混じっていた。一方、岸優太はグループに残留する道を選んだが、 心の中では複雑な思いを抱えていたに違いない。当時の状況はまさに嵐の前の静けさのようだった。誰もが彼らの未来を案じていた。しかし、嵐が過ぎ去った後には美しい虹がかかるように、彼らの未来には希望の光が差し込む兆しがあった。運命の糸が再び交差したのは2022年7月7日。平野翔と神宮寺勇太が 新しい事務所、戸部への遺跡を発表した。このニュースは、まるで夜空に突然現れた花火のように、ファンの心を華やかに彩った。しかし、その喜びと同時に、騎士ユータの未来は依然として不透明だった。一体、騎士君はどうなるんだろう多くのファンがそう思っただろう。平野翔と神宮寺ユータが共に歩む道は決まったが、騎士ユータは一人残された。 それでも彼は決して希望を捨てなかった。二人の仲間が新たな道を歩み始めたとしても彼らの絆は揺るぎないものだった。彼はいつか三人が再び同じ舞台に立つ日を信じていた。彼の心の中にはきっとこんな思いがあっただろう。僕たちもいつか一緒に歌いたい。三人で同じ夢を追いかけたい。すごいよね。 これだけ深い絆で結ばれたグループって他にあるっていうくらいのエピソード。岸くんの男気に感動したし、3人の対処に関してのサナリコさんの情報に救われたことも思い出です。翔君、んくんが合流してからの時間は、インスタグラムだけが命でした。だけど岸くん待ってる間の2人と同じ時間をファンも一緒に歩いていたと思うので、忘れられない思い出です。 と言っても、まだ一年くらい前の話というのが信じられない。あの当時いろいろな情報が錯綜してたので、不安でいっぱいでした。翔くん、真くんの飛べ加入の7月7日と岸くんの合流も嬉しすぎて泣きました。あの時のドキドキと嬉しい気持ちは忘れません。今は3人が楽しい。昨年夏の岸くんの表情を見てるだけで辛かったでも、2人が待ってくれてる。 と、固くなに沈黙する姿はカンって感じで素敵で期待してました。今はゲに打ち込み、かましてくるので、安心してかまされてます。いつて23分の午後の翔くんと神くんのことは、心配なく7分の7まで待っておれました。そして、待ち焦がれていた奇跡がついに訪れた。2022年9月30日、岸優太が都米の遺跡を発表したのだ。 この瞬間、ファンたちは歓喜に沸き立ち、待ち焦がれていた再会を心から喜んだ。5月23日から9月30日まで、本当によく頑張ったと怒涛の番宣、短期の海外ロケ、笑顔で頑張ってたけど、心配で心配でたまらなかったことを思い出します。岸くん、お帰り。待ち焦がれていたファンたちの思いは、瞬く間に大きな喜びに変わった。3人の再会は、 まるで失われたピースが再び一つになったかのようだった。彼らの物語は単なるアイドルグループの再結成を超えた深い感動と共感を呼ぶものとなっている。それは友情、信頼、そして揺るぎない絆によって育まれた奇跡の物語なのだ。なぜ彼らはこれほどまでに深い絆で結ばれているのか それは彼らの歩んできた道のりが決して平坦なものではなかったからだ。デビュー当初から彼らは多くの困難に直面してきた。厳しい練習、プレッシャー、そして時には自分たちの存在意義すらも問われる状況に置かれることもあった。しかし彼らは常に互いに支え合い、励まし合い、困難を乗り越えてきた。その中で生まれたのは言葉では言い表せないほどの強い絆だった。 それは共通の夢や目標を分かち合い、苦楽を共にしたからこそ生まれた揺るぎない信頼関係である。彼らの絆は単に仲間意識を超越している。彼らは家族のように深く、そして友人のように親密な関係を築き上げてきた。それは人生における最大の財産であり、彼らの活動を支える原動力となっている。 三人は子供みたいに純粋にリスペクトし合ってて、わちゃわちゃしてる時の雰囲気も、歌って踊っている時の決めた雰囲気も素晴らしいと思う。あるファンはこのように彼らの魅力を語っている。彼らの関係性はまさにオール・フォー・ワン。ワン・フォー・オールという言葉がぴったり当てはまるだろう。互いを尊重し、支え合い共に成長していく。彼らの姿は 多くのファンにとって憧れの存在となっている。彼らが歩む道はこれからも決して平坦ではないだろう。しかし彼らは三人で力を合わせ困難を乗り越えていくだろう。それは彼らの絆によって生まれた揺るぎない自信があるからだ。彼らの物語はこれからも続いていく。そしてその先にはどんな奇跡が待ち受けているのだろうか 彼らの未来はまだ誰も知らない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、彼らの絆が、これからも彼らの活動を輝かせ続けるということだ。彼らの物語は、私たちに友情の大切さ、信頼の力、そして揺るぎない絆の素晴らしさを教えてくれる。彼らの輝かしい未来を心から応援し、彼らの物語が紡ぎ出す感動を、これからもずっと見守っていきたい。 三人の友情の物語は困難を乗り越え信頼と絆を深めることで新たな未来を切り開くという感動的なストーリーです。ガン・ユ平タ、ヒ神宮寺ョ太の絆は私たちに真の友情の価値を教えてくれます。彼らの未来がさらに輝かしいものであることを期待しながら私たちも彼らの歩みを見守り続けましょう。この三人の友情の物語を通じて あなたはどのようなことを感じましたかまた、彼らのように強い絆を築くためには、どのようなことが必要だと思いますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。最後に、あなたに問いたい。あなたは、彼らの絆にどんな思いを抱きますか彼らの物語から、どんなメッセージを感じ取りますか彼らの未来は、あなたの思いと共に、さらに輝きを増していくでしょう。